もう自分も気づけば30歳、そして芸能生活も9年目を迎えて、ついにね10周年という節目をね来年迎えるわけなんですけども、ね、今回エルさんも30周年というあの節目で、誕生日が同じということで、同じ年、すごくねあのめでたい続きで、いいなと思いますけども、本当にあの、まあ、エルさんとこう最多出場なんですか、今回エルさんエルメンさんすごく、お世話になってきて、まあ、たくさん取材していただいて、写真もたくさん作品としてのこうさせていただいたんですけど、毎回多分インタビューの時に夢を語る時に僕は結構スーパースターになりたいとかってずっと言ってきた部分があるんですね。もうそこは一貫して変わらずずっとデビューから言い続けてきたんです。まあそれはなんとなく自分の中でその言葉がきっと言霊みたいになって、逆に言うとその漠然としてて大きな目標だと思うんで、まあビッグマウスじゃないですけど、まあある種自分を追い込むっていうか言葉でもあったと思いますし、未だにやっぱりその気持ちっていうのは9年経った今も変わってないなってやっぱ最近すごく感じていますけども、自分が今一つ一つ目の前のことをクリアしていくことっていうのが自分の未来にしか絶対つながらないから、気づいて振り返ってみたら、あ、俺があの時掲げたスーパースターっていう目標もう今達成されたんじゃねえみたいになるのが理想だし、息抜きをもう少しうまくするんだよと来年の自分には伝えておきたいですね。